ます。こんにちは。あ、見られてる方こんばんは。皆さん、こんなグダグダな感じはなぜかと言いますと、今企画が決まりまして、カメラを回すってなかったんですけど、急遽企画をこの人が思いつきました。はい、今日の企画はせーの、2600円で UFO キャッチャー何個取れるか。やってみたいと思います。やばいやばいやばい、画面酔いが。ちなみに商標なんちゃらかんちゃら標法で何も情報入ってない。急遽決まりすぎてカメラ回すことできないので、始まりと結果だけいきたいと思うのですが、私この前あの A ジョニーの名前決まりましたの動画の時見てもらったら分かるんですけど、ウッポちゃんは6000円で撮ってるんですよ。自信はないんですが、ありますか？ないです。ということで、ちょっと早速やっていこうと思うのですが、今日のルールは、一旦合計2600円で、どっちが多く取れるか。石ころ。あれ、私嬉しいけどね。ごめん。なんかごめん。あれ、喜んだ方がいい。そう、あれ嬉しいって言ったのに、え、嬉しくなくないとか言われて言われて、さっき。悪いです、悪いです。HKD 悪いですよね。それではですね、早速やっていきましょう。それでは、レッツラー。両替が終わりました。ほな、さよなら。私、取るから。負けないか。負ける気ないから。次、レッツゴー。あっちゃんです。いっか。まだまだやりたいんですけど、ちょっと大きいもの取ったんで、小さいものをコスコに取っていきたいと思います。100円をいっぱい攻めます。じゃあ、もち。大きさが大きさが、私が撮った後にちっちゃい男の子も撮ったっぽくって、その男の子のお父さんが、お姉さん僕たちも撮りましたって言ってくれて、めっちゃ可愛くって、やったじゃん、それじゃんって言ってハイタッチしたっていう幸せルンルンなお話でしたね。どういうこと、終わったけど個人的に欲しいやつやっていい？どうぞ。ラジすげえ同じタイミングで終わってるわ。カメラ回ったのが2分前で、2分前に LINE 来てるから、めっちゃ同じタイミングで終わってるわ。運命共同体諦めたってきた。はい、ただいまー。ライトボタンドン。1。え、1でやめた。欲しいのがあって、うん、それに次は何とだな。ティッシュケース欲しかった。じゃあ私にします。はい、私はこいつ。かわいい。そう、ティッシュ。100円だったの。うん、100円は攻めようと思って。一発だったの。やば。しかもね、あとね、終わったタイミング多分一緒。マジ？そう、ゆうちゃんが、ね、そう、ゆうちゃんの LINE と私のここの始めた時間が一緒だった。うん、じゃあタイミング一緒だ。運命共同体なの。今日一日これつけて歩きたいと。やばいやばい。めっちゃ尺短。ちょっと伸ばして一回。無理だよ。じゃあアンパンマンミュージアムの動画に撮ります。どうぞ。こちらで一つご報告がございます。この度アンパンマンミュージアムの動画を撮らせていただく予定だったのですが、2400円払いチケットをご購入し、中に入らせていただきました。小さいお子様がいっぱいで、本当にすごく楽しそうでした。ですが、19歳と23歳、子供心を戻すことができず、動画を回すことができませんでした。申し訳ございません。そしてチケットを買わなくても1階が入れること、ミュージアムに出てライブに行って友達に会ってから気づきました。2400円で私たちが楽しめたこと、小さい子供見て可愛いんだけど、あの子めっちゃ可愛いよ、めっちゃ可愛いということしか楽しむことができませんでした。本当に申し訳ございませんでした。ということで、エンディングの方に戻らせて、
戻らさせていただきます。それではどうぞ。動画良かったなと思いましたらいいね、コメント、チャンネル登録お願いします。以上、チャンネル登録。バイバイ。